小山良運小山前元明治2年は、越後長岡藩の藩位。通称はよ運。同藩抜擢画廊の河合継之助の反省改革の、ブレームの一人と言われている。号は、武将、商店。家系については、小山間沖縄を参照のこと。中間組から新旧市に転じた家系に生まれる。父の通称は義秀。ひ運の資料学的所見は、 安政六年頃に成立と見られる同藩、安政文言に百三十国として見える。蘭学を志して、江戸、大阪、長崎を誘学して、長岡藩の乱法位となる。国高については、出典記載のない著述の中に百六十国としているものもあるが、一時資料からは確認できない。一日のの他江戸では、幕府樹官の子が金一郎の私塾に入塾した。 久高社にいた頃、小山良雲や長岡家臣の花は香るの進む、銅、三妻一之進、銅、川島栄二郎、銅、河井津之助等と反省について、日夜激論を交わした。彼らは、周囲から、水を漏らさぬほど結束力が硬いという意味で、オケ党と呼ばれていた。小説、峠屋、河井津之助伝には、小山良雲は、河井津之助の幼馴染みで、 反省改革推進の協力者、親友などとして著述されている。三島イ西シ教に宛てた書状で、新潟県長岡市立中央図書館に基調資料に指定されている。慶応4年7月のものとみられる。書状の内容は、三島が小山ともにいる正気名に託した子供が7月8日に無事に着いたことを知らせ、早期進撃の願いを伝えている。 長岡氏族総明順には小山領雲の名はなく、総領の小山章太郎が上司百国として班長に出資している。小山領雲は長岡藩が北越戦争敗戦後に領内岩瀬に従し、そのまま没死した。意外は栄領事に葬られたが、後に小山家の墓は新清寺に改装された。ありがとうございます。